テヘランにあったペルシア帝国銀行ペルシア帝国銀行はかつてイランに存在した国立銀行である。ビクトリア女王の統治下にあったガージャール朝政府で1885年にポール・ジュリアス・ロイターに供与されたロイター利権により設立された。ペルシア帝国銀行ペルシア帝国銀行の業務は貿易取引、紙幣の発行、 出来高払いの賃金を支払うために、イラン本国及び海外のイラン政府の水道館として提供することにまで及んでいた。法制上の銀行の本店はロンドンにあり、英国法に則っ,っていたが、業務上の本店はテヘランにあった。現在では、HSBC 中東銀行と呼ばれている。百七十九年のイラン革命後、ペルシア帝国銀行のイランに関する業務は、 テジャラット銀行に移管された。1850年に初めて英国政府がイランにニューイースト銀行を設立するとイラン国内の両外省は減少し始めた。国内では銀行業務を行う機関の設立が待ち望まれていた。ニューイースト銀行はイラン政府から何も特権を受けずにイギリスによって設立された。その後、ニューイースト銀行の土地と資産を引き継ぐ形で ペルシア帝国銀行が設立されたが、銀行業務は新たに開始された。ありがとうございます。